教育を勉強している方必見です。 Hey guys, I'm Arisa Nanase. 皆さんこんにちは、Nanase Arisa です。今日もですね、ちょっと未修正動画というか、あの編集方法なしでね、あのちょっと話しっぱでご紹介し、あの動画にしていこうかなと思うんですが、今日のテーマが、まあ、一応トイック講座にさせていただいたんですけれども、最近出回っているあのひろゆきさんのね、動画についてです。まあ、これ一体どんな動画かっていうと、まあ、何のために勉強してるのっていう感じのタイトルで出回ってるんですけど、まあ、要はこれ視聴者さんが、TOEIC 今875点、英検準1級持っている方がいて、今もう28歳だと。で、ずっとニートをしていて、同時に、TOEIC もうちょっと英検1級、そして行政書士も目指しているということなんですね。で、英語と法律の勉強を同時にするのがめちゃくちゃ辛いよというようなご相談をひろゆきさんにしているんですけれども、で、これに対してひろゆきさんはどう答えたのか、もうすごい回答だったんですよ。もうすごいなと。私、ひろゆきさん結構好きで、面白いんでよく見てるんですけど、どんな回答だったかというと、まあ、何のためにTOEIC勉強しているのみたいな。TOEIC勉強したところで、まあ、そんなに別に社会に役に立たないし、まあ、せいぜい楽天ぐらいしか入れないんじゃないかみたいなことを言われていて、プラス行政書士っていうのと英語っていうのとでは全くジャンルが違うから全然組み合わせれないというような感じで言ってるんですよ。でもしそのきついっていうのであれば、いやいややってるんだったらやめた方がいいんじゃないのと、あの楽しいとか趣味でやるんだったらいいけどみたいな感じのお話をされていたんですよ。でこれに対して多分賛否両論あると思うし、私、まあ、実際にTOEIC 940点今取ってみて、実際に社会に役に立つのかどうかっていうところもね、本音をご説明していこうかなと思います。でまずTOEIC 900点超えたらこうなるみたいな動画を昔ね出させていただいて、結構再生回数も回ってるんですけど、まあ、その動画でお話ししたように、まあ、TOEIC 900取ったからといって劇的に生活が変わったわけではないです。ただ、まあ、このひろきさんが言ってる動画に対して、私が唯一ちょっとあの異論を唱えるのであれば、900点あるからこそ仕事の幅は広がります、確実に。まあひろゆきさん曰くね、まあ楽天ぐらいしか就職先ないんじゃないのみたいな、TOEIC 900持ったってっていうふうに言ってるんですけど、まあ TOEIC 900点以上を取ってる人って 3% って言われてるんですよ。で少なからずともそういう TOEIC の英語教師とか、そういう TOEIC 教えるところでの職っていうのは、可能性としては出てくるじゃないですか。まあ、他にもいるかもしれないんですけどね。あとはまあ別にこう SNS で配信してもいいと思うし、で、あとはまあそうですね、まあ一般企業とか、やっぱりこうすごい会社に入りたいとかっていうのがあるのであれば、ちゃんとそこでどれぐらいTOEICが必要とされているのかとか、TOEIC以外にどんなことが必要とされているのかっていうのを知るのも大事だとはもちろん思うんですけれども、まあとはいえTOEIC 900年以上あると、いろんな仕事の幅、まあ現に私も今それでね、仕事もお仕事もさせていただいてて、まあ一生なんか安泰というのが気持ち的には安定できますよね。TOEIC 900あるから食には困らないなっていう気はしてます、すごく。まあもちろんね、それだけでね、仕事がこう舞い込むっていうわけではないとは思うんですけど、全然違いますね、やっぱり。なんで、まあそこはちょっと実際に TOEIC 取ってみて思ったのは、うん、まあ結構意味があるんじゃないかなっていうような気がしますが、どうなんですかね。でただ、他の点、その何のために勉強しているのかっていうところに関しては、やっぱりこれ大事だと思うし、勉強が好きだからとか趣味だからとか楽しくて勉強するのってすごい大事だと思うんだけど、きついこととか辛いことってやらなくてもいいと思ってるんですよ。例えばそれが仕事でもそう、例えば仕事が辛いとか、仕事でTOEIC取らなきゃいけないのがすごく辛いっていう人がもしかしたらいるかもしれない。そういう人に言いたいのが、だったら別にTOEIC の勉強頑張らなくても仕事自体変えちゃえばいいんじゃないのっていう。ところだと思うんですよね。なんで、その、絶対世の中にはいろんな選択肢があると思うんですよ。まあよくね、男は他にもいるんだからみたいな話とかあると思うんですけど、やっぱり本人ってそういう時さ、何舐めてんのかわいいね。本人ってそういう時ってもう他にないって思っちゃいがちなんですよ。なんで、いつまでもこう、なんか DV 男に捕まってるたりとかね、もう彼しかいないわ、みたいな感じで付き合ってたりとかしちゃう子とかいると思うんですけど、それと一緒で、まあ仕事にしろ、勉強にしろ、選択肢は、たくさんあるので、辛いとかきついとかって思うよりかは、自分がやってて楽しいとか学びがいがあるなって思うところにこう集中していった方がよっぽど効率がいいんじゃないかなと、人生短い中ね、いいと思います。ということで、まあ
確かに私もその行政書士も目指していて、トイックもやって英検もやってっていうのは、なんかただ単にこう保険をかけているような感じがしてしまって、しかも同時にね勉強するっていうのはちょっと効率悪いんじゃないかなっていうのはすごくしますね。なんでまあ私だったら、例えば行政書士になるんだったら行政書士の勉強だけするみたいな。でもしその行政書士になってから、例えば英語をね話したいなとか、トイックのスコアが必要だとか、トイックのスコアを持っていることでお客さんクライアントが取れるとかっていうのであれば、トイックの勉強すると思います。私もそうですね、 YouTube でトイックっていうジャンルを目指していって、トイックで900以上取れば私だったら多分動画としてニーズがあるなと思って撮ったんですよ、 YouTube1 年休んでまで。でもその効果絶対あったなと思ってます。なのでもうそういうふうに何か目的があったりとか、自分でやりたいって思うんだったらいいんだけど、やらされてるっていう状態だと絶対点数も上がらないと思います。でこれはトイックに限らず英検もそうですね。だからとにかくなんかこう、トイックを選ぶ受ける人の理由っていうのは、転職したいからとか、ただ単になんとなく自分磨きで取りたいからっていうのとか、なんとなくこう視野が広がるんじゃないかなとか、英語を勉強したいからとかっていう人、大体多分これぐらいのね、この4つぐらいの理由に収まると思うんですけど、まあ、一番はやっぱその目的をちゃんと持ってもらうとか、まあ、自分の趣味っていうふうに割り切るかのどっちかがいいんじゃないかなと思います。じゃないとちょっと辛いと思う。生半可な気持ちでやっぱりトイックのスコアって上がるものじゃないし、それなりに時間もかかるんですよ。なんでトイックの勉強するイコール他のことをする時間が削られるっていう、その覚悟を持って勉強してほしいなと思います。でそうなった時に、自分が本当に例えば英語の勉強をしたいとか、英語が話せるようになりたいんだったら、トイック勉強するよりも私はそっちやった方がいいんじゃないかなと思うんですよ。でトイックの大変さすごい分かってるんで、もし皆さんが頭いい方とかだったらいいかもしれない、トイックの目安にしていくのいいかもしれないんだけど、私は555点だったんですよ、元が。555点から940取るのはめちゃくちゃ大変だった。特に800点から900の壁がめっちゃ大変だったんですね。特に英語はねペラペラっていうわけでもなかったんで、なんで結構なリスクでした、時間もお金も。だけど、まあ、結局は取ってよかったなっていうのは今思ってるんですけど、それは私の場合は仕事に生かせれたからなんですね。だけどもしこれが例えば英会話を話せ、英会話をしたいとか英語力をつけたいっていうのが目的だったとしたら、絶対もったいないと思うんですよ。英語を話したいんだったら英語を話す勉強をした方がいいと思うし、英語を話すことをたくさんした方がいいと思うんですね。なのでそこだけは間違えないようにしてください。そのためにトイックを受けるっていうのは、まあ一種のスコアとして見たいからぐらいだったらいいけど、ちょっと違うんじゃないかなと思いました。今オンライン会話とかでもスコア化して会話のね、そのレベルをテストしてくれるものとか、スピーキングテストとかもあるので、そっちをやった方がいいんじゃないかなと思います。ということで、まあ、結構勉強を頑張ってる人、まあ、私みたいな人って多分似たような傾向で、トイックとりあえず行こうみたいな感じになっちゃっても多いと思うんですけど、まあ、結構相当ハードだし、その分リスクがあるので、まあ、ぜひ皆さん慎重にというのか、選んでもらうのが大事なんじゃないかなと思いました。ということでちょっとなんか逸れてしまいましたが、ひろきさんが言ってることって結構ズブズブ言うんだけど、納得できることが多いんですよ。ただ一つ、このトイック取ったからといって意味ないっていうわけではないんじゃないかなと私は思いました。ということでね、意味ないであってほしいっていうのもありつつ、まあ、自分の経験とかねにもよると思うんですけど、まあ私は報われてるなとは思うので、ちょっとあくまでトイック940点の人の意見として、一意見として聞いていただければと思います。ということで、まあ、ぜひひろゆきさんのその元動画ね、皆さんも探してみてくださいなかなか面白いですということでね、ぜひこういう動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録して一緒に勉強頑張っていきましょう。では皆さんのトイックスコアがちょっとでも上がりますように。では See you! 次よかったらこちらの動画を見てみてください。バイバーイ。